はい、ライフナビゲーターの桑田和子です。今日も少しだけライブ配信をしていきます。今日はですね、8月何日だっけ8月何日かです今日は私後半夕方ぐらいからちょっとこの2019年を振り返るというのをやっておりました。で、ちょっとカフェに行ってですね、手帳を持って行って、だいたい Google のカレンダーでいろいろスケジュール管理してるんですけど、で手書きでね、いろいろ書かないと頭が整理できないんですね、私の場合は。で手帳を持って行って、でずっとこう見ていると、だいたい今年3月の初めに天王星が牡牛座に入ったんですけどね、その3月ぐらいと、あと5月は元号が変わりましたね。令和っていう元号、新しい時代に変わったんですけど、そのあたりが一つの切り替わりだろうなとは、去年ぐらいから予想してたんですけど、本当にやっぱり3月から5月ぐらいにかけて、いろんなものが終わっていって、同時に新しく始まるものがあったなと。で、6月7月ぐらいから自分の中で新しく始まってきているものとかがあるんですけど、そんなことをですね思って、世界情勢とかもこういろいろ振り返って見ていると、やっぱり5月ぐらい、もう去年から始まってるんですけど、5月ぐらいからすごくいろんなことが動き出していて、香港のデモとかも6月ぐらいからなんかすごく表に出てますよね。で、なんかやっぱりこの8月9月って結構動く時期だなと思っていたらですね、韓国からジーソミアの破棄っていうのが決定しましたというお知らせというか、そういうニュースが出ていてですね、そのジーソミアって何かというとですね、あれですよ、軍事情報包括保護協定っていう名前なんですけれども、北朝鮮のこととかもあって、韓国と日本の間で、そういう軍事情報に関して、いろいろこう情報を共有したり、そこから知った情報を他に流さないというような、そういう協定があって、それが毎年更新ということで、11月23日までだったかな、24だったかなが、更新の時期で、でその90日前に更新するのか、引き続き更新するのか、もうやめるのかっていうのを決めないといけないっていうのが8月24なんですね。でそれがどうなるかなとかって思っていて、ただちょっと今月の半ばぐらいからこうなんかちょっとこう調子が変わってきていたので、いやー、なんか想定内ではあるけれども、まさかこういうこれを破棄してしまうと、アメリカとの関係とかもあって、いやそこまでしないでしょうって思っていたのが破棄っていう風になってですね、いやーちょっと本当、そっちに行くんですかみたいな感じで、いや想定内でしたけど、まさかそういう風に行くみたいな、自爆ルートみたいな感じでね、ちょっと驚きましたね。いや本当この韓国との関係もそうなんですけど、韓国別に 何もまだ始まってないというか、何もそんなにこう制裁とかを日本がしてるわけではないんですけれども、こうどん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 こう、不買運動とか、日本製品不買運動とか、日本に行かないようにしましょうっていうことをすることによって、航空会社、韓国の航空会社が困っていったりとか、すごい売り上げが落ちていったりとか、経済的にねだんだんこう大変な感じになっているところに、今度このジーソミア破棄っていう風になったら、あれですよ、やっぱりもうね、アメリカがね、米韓の同盟で、日米の同盟ってありますけど、日韓は同盟国ではなくて、ただアメリカがやっぱりそこをこうね、共産圏との防波堤的な意味があって、韓国との同盟もあるので、日本にもちゃんとこう情報が共有できるように、この三国間でできるようにっていうようなことになっていたので、いや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 って感じですよね。これで
いや、私韓国の人も知り合い何人かいたりするんでね、うちにホームステイに来てくれた人とかもいるし、私がホームステイに行ったとかもあるし、うちの子供たちがホームステイに行ったとか友達がいたりとかするんで、いや本当あの韓国のこう人々、国民というかね、人々が本当なんか大丈夫かなっていう感じはありますね。ただまあその国民、人のレベルと国のレベルのことってまた違うので、もうそうやってこう大きく決まっていってしまう、なっていってしまうこと、流れっていうのがそのような流れになっていくと、もうなかなかそこは止められないのかなっていうふうに思って感じています。で、難しいですよね本当にこれ。いや、あのなかなか、まあ、多分ムン・ジェイン大統領とかもこう、まあ、後戻りもできないし、まあ、あの大統領自体はもともとその左寄りの方、左っていうのかな、違うのかな、あのだから北朝鮮、まあ、南北朝鮮統一っていうのがあるから、そのムン・ジェイン大統領の思ったように進んでいるのかもしれないんですけれども、ね、でしかもあのやっぱり情報統制、操作というかメディアとかの操作があるので、まあ、それをなんかすごく喜んでいる方も、調査をすると、まあ、この破棄に賛成してるっていう人が半分以上かな、いるということなんですよね。まあ、ちょっと本当にだから関係性っていうのはもう変わっていってしまうようになるのはしょうがないかなっていうふうに思います。でまあ、これは国のことなんですけど、ちょっとこう、まあ、タイトルにも書いてましたけど、こういうねやっぱり自爆パターンっていうのが、そういう人ではね私結構見てきたんですよね、まあ、コンサルやっていて人生相談とかもいっぱい受けてきたりとか、あと構造心理学をやっていたりとかするので、その前提っていうのが間違ってるとか勘違いしていると、まあ、自分はダメだとか、自分は愛されないとか、自分はうまくできないとか、人から認められないみたいなこう前提があると、すごく周りから言われたことっていうのをその前提に基づいて判断してしまうっていうことがあったりするんですね。そうすると周りの人たちは別に普通に言っていることなのに、自分の中で脳内変換してしまって、なんかすごいやられたみたいな感じになって、結局そこでの反応、感情的な反応とかによってだん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 周りの人に諦められてしまうっていうようなことがあったりします。まあ、そういう、まあ、人間関係ではね、そういう心理のパターンっていうのはあるなっていうのは知っているんですけれども、いや国家間でもそういうのあるんだなっていう、国っていうのが一つの人格みたいな感じになって、まあ、そういうのが起こってくるんだなっていうのをここ何ヶ月か見てきて思っています。で、だからそのあれですよね、こう個人もなんだけど、個人の集まりによってできたグループチームとかっていうものにも個性が出る、あの、ね、サークルとか部活でもそうですね、部活のチーム、野球、今日高校野球やってましたけど、野球のチームっていうのにもやっぱり一人一人の個性もあるけれども、チームの個性っていうのがあったり、それも代々続いてきている個性っていうのがありますよね。まあ、会社もそうですよね、会社の個性っていうのがあったりとかして、そういうチームとしての個性っていうのも見ていて、やっぱそのチーム同士っていうのの関係性の作り方とか、やっぱりこう全体を見ながら冷静にどのようにこう、戦略を練るかとかね、なんかそういうのは考えないといけないなっていうふうに思っております。はい、では今日はちょっと固めでしたけれども、これで終わります。